新宿方面一番で入り口、新大塚駅は東京都文京区大塚4丁目にある東京地下鉄丸の内線の駅である。都市マクの境界に位置し、一部は南大塚2丁目及び東池袋5丁目にある。駅番号は M24。この地には都電の大塚通事町停留所があり、東場鉄道の不設免許は当時を起点としていた。 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。改札は銀座方面ホームに北改札、池袋方面ホームに南改札があり、それぞれ豊島区側の1番出口と文京区側の2番出口に通じている。どちらの出口も地上との間には階段の保管エスカレーターとエレベーターが設置されている。1番線と2番線は改札内連絡通路によって行き来が可能であるが、 福音が狭いため階段のみでバリアフリー設備は存在しない。トイレは一番線ホームにあり、多機能トイレも設置されている。2000年代以降の改築改層によって、出入り口の上屋は瓦吹き屋根に改築され、バリアフリー設備としてエスカレーターエレベーターが設置されたほか、改層によってホームの側壁下部に丸の内戦初代車両に用いられたサインカーブが再現された。 駅開業以来2011年までは地上を経由しなければ1番線と2番線の間を移動できない構造であり、改札口も単に改札とのみ案内されていた。ワンマン運転開始に伴い、スイッチ制作の発車メロディが導入されている。曲は1番線がもうすぐ扉が閉まります。2番線がドリーム駅である。 2019年度の1日平均上行人員は25,868人であり、東京メトロ全130駅中120位。方南町支線を除いた丸の内線の駅では最も上行人員が少ない。近年の1日平均上行、乗車人員推移は、下表の通りである。大塚及び南大塚も、参照新大塚1995年7月に、 池袋駅構内の分岐器交換工事が行われた時は、丸の内線は当駅で折り返し運転を実施した。その時は当駅明賀谷駅間は単線運転され、列車は一番線ホームに発着した。東京地下鉄丸の内線明賀谷駅から、新大塚駅池袋駅東京都統計年間。ありがとうございます。